はい、皆さんこんにちは。こんにちは、今日はですね、初めてのこれですね、ガリガリ君、スプロケットを交換していこうと思います。はい、はい、で新しいスプロケットをね、買ってきました。シマノ。そう、シマノですね。まあ、これもシマノなんですけど、今回買ってきたのは、11から28T というのを買ってきました。でちなみに今使ってるのは12の25なんですよね。12っていうのは何のことかっていうと、あまり聞き慣れないでしょ、ね、12っていうのはこの一番小さいギアの歯の数、どれだけ歯がついているかが、ガリガリの数。そう、12ガリガリついてるってこと。わかりやすかったで一番12ガリガリ、そう、12ガリ、これ数えてみるとわかるんだけど、12ガリついてる。12ガリガリで一番大きい外側のこのギアが25ガリついてる、なので12から25のギアですよっていうことなんですよね。はい、で25っていうのはちょっとやっぱり今の時代からすると少し、まあ、時代遅れってわけじゃないんだろうけど、まあ、割とこう坂道登るときにちょっときついかもしれないって感じですね。で僕も実際時々こうね、坂にこう差し掛かったときに登ってると、あともう一個ぐらい軽くしたらできたらいいのにって思うことから結構やっぱあって、でそれでんと思ってたこともあったから、まあどうせなんで変えてみようってことで、まあ人生初めてのスプロケット交換をしていこうと思います。はい、でちなみにこれこの歯の数が変わるってことは、まあ、チェーンの長さがバランスが変わってしまいますので、それも合わせてですね、はい、チェーン交換ですね、これも初めてやります。はい、はい、をやっていきたいと思います。質問あるんやけどさ、はい、はい、どうぞ。そのさ、ガリガリが増えた方がギアが軽くなるわけ、そうそう、あ、めっちゃ面白い質問。これ難しかった。これさ、なんか今さ、もうだいぶロードバイクちょっと乗り始めて、感覚的にどうすれば坂に差し掛かった時にさ、どうすれば軽くなるとか、どうすれば平地でスピードが出るっていうのはもう分かってるじゃん。分かってる。前のギアは、うん、前のギアは重くなる。え？坂道に差し掛かった時に前のギアはどうする？坂道になったら前のギアをカチカチする。前のギアをカチカチして、カチカチすると大きいギアと小さいギアがあるよね。どっちに変える？大きいギアと小さいギアをどうしたら登れるか登れんかを分からずに覚えてやりよるけど、坂登るときは右手のハンドルのギアは奥をカチカチすると重さが軽くなっていくから、それで登っていって、で最大限軽くしたいときは左ハンドルの方の手前のギアをガタガタ下ろすと、めっちゃ最大限手で覚えてるってこと。手で覚えて、だから全然理解してないわけよ。なるほどなるほど。だから意味が分かんなかった。そっかそっかそっかちょうどいいね。あ、それも結構いい勉強なので、ゆっくり考えてみると分かりやすいんだけど、後ろのこのギアに関して言うと、ギアが大きくなればなるほど楽に漕げるようになるし、小さくなればなるほど重たくなる、その分スピードが出やすくなってくるっていうことなんですよ。はいはい。これってでも不思議だよね、よく考えると、なんでみたいな、逆な気がした。そうよね、なんでなのかっていうと、これってさ、自転車のタイヤって、まあ、簡単に言うとテコの原理で動いてるわけですよ。テコの原理、昔さ習ったよね、支点力点作用点で。いや、小学校の時。そう小学校の時習ったでしょ。例えば、まあ、例えばこういう棒がありますと、でテコの原理って習ったんだけど、例えばここを中心だとして、こっち側にじゃあ重りを吊り下げます、でこれをこう引き上げるのがテコの原理でしょ、ここに重りがあって、その時に重りに対して、例えばこれが力をかける部分が、短くなったらなるほど、これって上げる力って必要になると思うよね。そうだね。で逆にこっち側にずれて、この長さが長くなると力がかかりやすくなる、楽に物が上がるっていう感じなのよ。でこれに置き換えると、
支点がこの真ん中、うん、重りが乗るところっていうのはこのタイヤの側面で地面に接しているところ、うん、力点っていうのはこう押すところはどこかって言ったらこのギアとチェーンが触れてるところ、うん、ここでグッと引っ張ってるから、うん、そうするとこの径が大きくなればなるほど支点と力が加わる点がどんどん広がっていくんで、うん、そしたら楽になる、近づけば近づくほど重たくなる、うん、それはもうさっきのこれで、まあはいはい、これで分かるかどうかなんだけど、うん、ここに 500g ぐらい重りに乗ってるとしてこれをグッと持ち上げようとするとこれが遠ければ遠いほど軽くなるし、うん、近ければ近いほど力がいる、うん、でもね逆にデメリットがあってこれは例えばこうなってる段階からここをじゃあ上に持ち上げようとしたらかなりの距離を動かさなきゃいけない、うんうん、だけどこっち側になると動かす距離が短くてさ、うん、ってことはねギアが大きくなればなるほど楽になるからめっちゃいいじゃんっていうわけじゃなくて、うん、大きくなればなるほど動かす距離が増えるってこと、うんうんうん、自転車に当てはめると軽くなってすごく楽になるんだけどその分車輪を回さなきゃいけなくなるから、はいうん、例えばこれがめっちゃ大きくてこんな大きなギアをつけたとするよねまあ無理だけど、うん、その場合ってくる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 回さないといけないんだけどそれでも進む量がすごい短いと、うん、だからこのギア そのサイズとかを、うん、その今自分が走ってる傾斜、まあ、上りなのか若干下りなのか、うん、平坦なのかすごい坂なのかによってどのぐらいにするのかっていうところをこう、うん、うまく分けるのが多分このギアのね変えるポイントなんだろうなと思うんだけどね、うん、勉強になったてこの原理なんですよ初めて知った、うん、はいというわけでまあちょっとどうなるか分かりませんけど、まあ、まずは初心者がうんスプロケットを交換したいというそれも一つの面白さということでやっていこうと思いますはい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 これを入れて、うん、こっち側にグッと開きたいんだけどついてきちゃうから、うん、いつまでたってもいかないのでこの動きをストップしてあげる必要があると、うん、それで使うのがこの不思議工具絡めますよっあ、本当だ固定されてるそうそうこれで取れましたうーんおーはいガリガリがそのまま外れた取れましたおおそしたら順番に新しいスプロケット、うん、ギア入れていきます。はい。入れます。なるほどね。うんうん、ところを合わせて入れ。これがスペーサーですね。一番ちっちゃいガリガリが11ガリガリってこと。なるほど。でここで固定する。うん。オッケー。これで出来上がりですね。すごーい。ピカピカ。とね。でチェーンをね交換するんで初めてチェーン切るよ。切るんだねびっくりしたそれ聞いてそうチェーンカッターっていうのがあってこれ全部なんか一個一個にピンが入ってるんだってここにうーんでこのピンを押し出して取ることによってチェーンを切れるバチンって切るわけじゃなくてあそうなんだねそう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 おなんか音がしたパリって無事取れましたねおお取れましたあー本当だすごーいうーん中に入ってたピンですねうん、これで止まってたんだっていうこんなちっちゃいのねえ、うん、新しいチェーン、うん、チェーンって裏表があるんだってそうなん裏と表が分からんでこっちも一番大きいところおお見ててかなこれと、うん、これをこう持ってできてですね、うん、長さを測るということなんですよねここやね、うん、から1
構2個、うん、1個余裕を持ったところ、うん、お相当硬そう、結構硬い、うん、これをつなげてチェーンに付属してたこのピンを刺しますよ。でこれをさっきと同じようにこれでまた圧迫していくという、うん、入りました。ちゃんともうすごいスムーズで、本当だね、うん、スムーズ、特に問題なく無事、うん、いけました。はい、というわけでなんとか無事新しいスプロケットとチェーンをね交換できました。でもね結構大変だった、初めてやったけど。でそしたらまたちょっと今度は25から28に変わってどうなったかの検証をちょっとしていきたいと思います、はい、それはまた次の動画ですかね。そうですね、はい、ではお疲れ様でした。いや本当うまくいったのかないやすごいよ、よくできたよ。自転車さんすごいねやっぱね、ちんぷんかんぷん、うん、すごいよ、本当、ね、プロの仕事、うん、まあでも何でもね失敗してもいいからやってみようということでやってみました、はいはい、あとうまくいかなかった自転車さんに持ってきますはい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。